テニスの全仏オープンで起きた騒動において、新たな意見が紛失した。現地6月4日の女子ダブルス3回戦で、加藤美優、ザイマックス、アルディラスーチャディ、インドネシア、クミが失格処分となった問題は、今なお多くの議論を巻き起こし続けている。試合中に加藤が相手コートに向け、意図せず打ち返した球が、ボールキッズに直撃したことがきっかけだった。当初、 主審は加藤に対して警告を告げたものの、ショックを受けて泣き止まないボールガールの様子と、退治したマリエ・ブズコは、チェコとサラソリベストルもスペイン人の必要な抗議を受けてジャッジを変更。世界で物議を醸す失格処分を言い渡したのである。依然として、スポーツマンシップに反する抗議を見せたブズコはソリベストルモのペアが避難に、さらされている。そんな中で、 ボールガールの存在そのものに問題があるのではないかと見る向きが出始めている。ATP ツアーで優勝経験もあるオーストラリア人選手ジョン・ミルマンは母国のニュースサイト、news.com.au において、ボールキッズへの敬意と安全の両方が不可欠だが、今回の出来事を見て私は考えさせられた、ボールキッズがいる意味とは何なのか、彼らに現在求められている能力、役割、 では、ボールキッズの必要性はあるのだろうかと指摘した。また、ルーマニアの社会学者であるアルフレッド・ブライ氏は、母国史、DC ニュースで、日本の選手が子供にボールを当ててしまったというニュースを目にした。私は疑問に思うのだが、なぜ15歳にもならないような少女が、あんな危険地帯にいるのだろうかと強く訴えかけた。私はローラン・ギャロスが罰せられない理由がわからない。 あそこにいて、今回のようにボールが当たるリスクがあるのは当然じゃないか。この問題はそもそも子供をあの場所に置いている主催者が悪い。そして、なぜ子供でなくてはいけないのか、と投げかけたブライシは、この時代にボールキッズという考えそのものが古めかしい。今は選手のボールスピードは格段に増しているから命の危険だってあるとも断じた。 スピードボールが直撃するリスクからボールキッズの危険性は以前から指摘されて湧いた。そうした中で、選手側にも影響を及ぼした今回の騒動が発端となって、ルールが変わることはあるのだろうか。新しい解説。ボールキッズが不要との意見に同意する。そもそも最初からいなければ、事故も起きない。ボールキッズも怖い思いをしなくて済む。ボールキッズが必要というなら、 誰もが納得できる合理的な理由の説明をしてほしい。自分は高校生の時に軟式だけどテニス部として部活動をしていた。一年生の時に他の教師の打球が左目を直撃してしまったけれど痛みはそれほどでもなかった。翌朝、起きると左目が真っ白で何も見えない。近眼を改善しに火曜行きつけの眼科で見てもらったら眼底出血だという。 おかげで3週間も学校を休むことになってしまった。治った後も禁止が進み夕方にはボールを追いかけるのが困難になりテニス部もやめてしまった。それまでは視力も0.8から0.7だったのが0.3から0.2まで低下してしまった。軟式のボールでもそれだけ危険なんだから通常の公式で、それもプロのボールが当たるのは当たりどころによっては危険なんだと思う。 県営がいいからと正面症状を採用するのは、それなりの注意が必要で、常にボールの、行方から目を離してはいけないんだろうな。だからといってコートから追い出さない対策は、運営側の責任だよ。新しい解説。モレスモの発言を聞いたら、この意見の説得性が増す。時速 200km のビッグサーバーが女子にもいる時代になっているのに、加藤選手のあれが危険だというならなぜそこに、 子供を押させるのか。大会運営側に矛盾がある。あのモレスモの発言がまかり通るなら、一番に責められるべきは運営側となる。それを選手を責めておしまいとしたのでは誰からも指示を得られないだろう。彼女本人には申し訳ないがこれほどの大きな大会に。あそこまで泣き止まないボールガールは不要だと思ってしまうな。ボールキッズ全体が不要というより、あの個自身の資質の問題。 試合以前からあの位置にいるならボールが当たる覚悟はやはり、子供と言えどもしなければね。子供にそこまで求めるなというならボールキッズ自体が不要です。大人にさせるべき、新しい解説。正直名誉や地位、賞金もかかっていて、負けたら全てを失うプロにとっては試合のことで頭がいっぱいで、何気なく返した球だったろう。 ボールキッズには別の場面で活躍できる機会を与えた方が良い気がする。今回はバックハンドで軽く返球したのがたまたまボールガールに当たったわけだが、試合中は時速200キロ近いボールが飛び交っている。そんなボールがダイレクトでボールキッズに当たる可能性は非常に高い。よそ見していて万一目に当たれば失明の危険性もある。年齢の見直しや防具をつけるなど、対策が必要ではないか。 新しい解説。スポーツ界には根拠が明確ではない、あるいは現状にそぐわないルールがある。さらにそのルールに人間の判断によるジャッジがあり、時として予想外の結果を招いてしまう。間違った判断。なら正せばよいのだが、そこにもまた主催者側のプライドや権威などの別の要素が加わり、構成とは違った結果を招いてしまった。選手、観客、ファン。 全てに公平な判断は難しいと思うが明らかに間違いと思われる判断は正すべきと思う。それこそがテニスに限らずスポーツの価値を高めると思う。新しい解説。確かに一理ある。加藤選手を100%擁護するんじゃないが、あの女の子も試合中にコート際に立つ以上、常にコート内を注意してみておかないといけないはずだ。ビデオを見ると、 途中でボールが飛んでくるのに気づき、少しは避けてる。この記事のように、このエリアが危険地帯とするならば、そもそもボールキッズの存在が不要だし、必要ならば大人がすべき。新しい解説。卓球でもいます。でも、テニスのようにサーブなどが当たる可能性のあるような場所にはいません。競技の進行を早くするのが目的でしょうが、防具もなしにあんな場所にいさせるのは、 罰ゲーム以下の、見識のある大人のやることではないと、以前から思っていました。何か事故が起きないと動き出さないのは、万国共通なのだと、悲しくなります。休憩してるそばに不用意に人を座らせておくべきではない。せめてネットなど用意して座らせるべきでしょ避けたりキャッチできるサイズのボールじゃないんだから。もちろんスピードもあるし。過去にも事故があったらしいのに、 改善点はいくらでもある。